人生は一冊の書物に似ている。愚かな者はパラパラとそれをめくっていくが、賢い者は丹念にそれを読む。なぜなら彼はただ一度しかそれを読めないことを知っているんだから。結局、真の知識を得ようと望む者は、誰でも険しい山を一人で登らなければならず、頂点への王道がない以上、私は曲がりくねりながら登らねばならぬことに気づいていたのです。踏まれても叩かれても、努力さえし続ければ必ずいつかは実を結ぶ。石の上にも3年という。しかし3年を1年で習得する努力を行ってはならない。進まざる者は必ず退き、退かざる者は必ず進む。辛い道を避けないこと、自分の目指す場所にたどり着くためには進まねば。目標を達成するには全力で取り組む以外に方法はない。そこに近道はない。険しい丘を登るためには最初にゆっくり歩くことが必要である。自分一人で石を持ち上げる気がなかったら、二人でも持ち上がらない。努力は必ず報われる。もし報われない努力があるのならば、それはまだ努力と呼べない。もうこれで満足だという時は、すなわち衰える時である。夢をつかむということは一気にはできません。小さなことを積み重ねることで、いつの日か信じられないような力を出せるようになっていきます。待っているだけの人たちにも何かが起こるかもしれないが、それは努力した人たちの残り物だけである。もう一歩、いかなる時にも自分は思う。もう一歩、今一番大事な時だ。もう一歩。自分がどんなに努力してもすぐに結果が出るとは限らない。
結果にこだわりすぎると安全な道を選び、進歩は止まってしまう。自分がちっぽけに思えても、不屈の精神があれば、その気持ちに打ち勝つことができる。生きるということは、死ぬ日まで自分の可能性を諦めず、与えられた才能や日々の仕事に努力し続けることである。偉大な大工は誰も見ていないからといって床裏にひどい木材を使ったりはしない。あなた方は進歩し続けない限り逮捕しているということになるのです。目的を高く掲げなさい。本当に不幸なのはできることを未完のまま放り出し、理解してもらえないことをやり始めてしまう人々だ。彼らがやがて嘆くのも無理はない。常に良い目標を見失わずに努力し続ける限り、最後には必ず救われる。明日死ぬかのように生きよ。永遠に生きるかのように学べ。私は若かりし頃、10のことを試しても9がうまくいかないことが分かった。そこで10倍の努力をした。憧れを持ちすぎて自分の可能性を潰してしまう人はたくさんいます。自分が持っている能力を生かすことができれば可能性は広がると思います。疲れた人はしばしば路傍の草に腰を下ろして道行く人を眺めるのが良い。人は決してそう遠くへは行くまい。選択するということは優先度をつけることであり、エネルギーの分散を極力避けることである。他人と比較して他人が自分より優れていたとしてもそれは恥ではない。しかし去年の自分より今年の自分が優れていないのは立派な恥だ。何かを始めるためには喋るのをやめて行動し始めなければならない。
人間いくつになっても新たな道へ踏み出す時が来る。それまでの苦労や人生体験はその時のための基礎教育。この世には2種類の人間がいる。努力する人と人の努力に頼る人。最初から多くのことを成し遂げようとして極端な努力をすると、たちまちのうちに全てを放棄することになる。腰を下ろして休むことは絶対に進められない。明日に伸ばしていいものはやり残して死んでも構わないことだけだ。不安もプレッシャーもありますが、それを跳ねのけられるのは納得できる練習しかないんです。多くの犠牲と苦労を経験しなければ、成功とは何かを決して知ることはできない。たとえ小さな斧でも、数百度これを打てば、硬い樫の木も切り倒せる。過去の成果で未来を生きることはできない。人は一生何かを生み出し続けなければならない。最後までご視聴ありがとうございました。また見てください。